録よろしくね。はい、どうも小橋です。さあ、体調は悪いですが MGC やっていきましょうっていう感じですね。もうなんとか気合でいきますよ。さあ、でね、もう本当にね、全然ね、情報収集もしてないんで、ね、体調が悪いんで、もう本当にぶっつけ本番でいくんですけどね。またあれなんですかね、ピンの位置が難しかったりしてるんでしょうかっていうところでね。で、コバシーの唯一持ってる無風ステーブルをここのキングスで使うか、このパリで使うかで迷ってるんですけどね、まあ、ちょっとね、ここのキングスで使いたいと思います。なぜかというとね、ここはね、ブレなしの時のね、どのくらいずらせばいいかっていうのをね、ちょっと小橋は知っているっていう兼ね合いでですね、いきまーす。はい、よいしょ。さあ、ここをちょっとアプローチエッジで打つかなってね、スピンチがあるかどうか分かんないからサンドイッチの方がいいか。いや、怖いな、これ上かあさったらどうしよう。どうだ、割と真ん中じゃなかったか、来ないか、来い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 、うわー。惜しい。いや、ここはね、チャレンジ中にチップ取れたらいいな。よいしょ。で、ここがね、普通のビギナーピンだったら、キングダムで届くんだけど、ちょっと怪しいからルネツにしてみよう。どうでしょうかね。普通のビギナーピンだったら届くんですよ。ね、ほら、届かない。ね、こういうことするからね。さあ、でね、超ランニングだとね、青線、まあどうなんだろうな、向こうにちょっと一回青線なし、赤線で行ってみるか。めっちゃ右ブレー、拍手上がってるぞ。まあ、問題はこれでピンのどこらへん、ああなるほどね、赤線でいっかな。青線だと結構いっちゃいそうですもんね。さあ、大事なパット。あぶねえ。それ楽勝。どうすっかな。後半のコースとか全然調べてなかったな。もうこんなところで、まあいっか。あー、まあちょっとここら辺使っとくか。あ、そっか、401だとこっちがいまいちか。いや、どこも斜めっちゃうか。どこら辺がおすすめなんでしたっけ。まあ、いっか。あぶね。それ。これ。あ、意外に平ら。ストレートかな。
まあ、アンダーパーオープンも踏まえて厳重でいきます。オープンじゃないね、オンだね。いや全然なんとか。うぃさ、ここはね分からんからね。とりあえず、おーいおーい、通信ちゃーん。まあそうですね、低反発は必要ですね。いや久しぶりに 3S ですけど、残留は厳しそうだな。皆さんどんどんねお上手になってますからね、本当に。さ、ここのパー4はワンオンパー4か。低反発の方がいいのかな、やっぱりね、無難にね。うわあ。こういうのやってるとポイント的に大幅ダウン。猛暑か、猛暑か。通信。ここコツンって当てて一気にワンオン近くへっていうね、方法もゼロではないですけどね。本気の人はやってんのかな。わあ、これああ、叫んでしかいないよ。ああもうジャスミンばっかやな。ああどうしようね、ここね。この方がステーブル使った方がいいのかどうか。通信。もう毎回ここで止まんのね。でも小橋通信の調子が悪い時、このエブリバディの EVE のところで結構止まるんですけど、皆さんもそうですかね。あー、こっちの方がいいのかな、どうなんだろうな。ステーブルの使い道悩むな、マジで。何発もあればいいんですけど、ステーブル小橋はなけなしの一発なんでね。
ガチャで当てたいぜよ。さあ、ここもワンオン可能なっていうところですよね。まあまあまあ、なるほど、ここで霊砲使っちゃうか。幻獣使うならここだったか。学び、いや、トドくんか。じゃあいろいろ使うものあったな、使えるものな。なるほどね、ここ一歩ポイントですね。351ヤード以下。ん？結構真ん中？いや、99%。距離が足んなそう。341枚。足んねえなよいしょ。さあ、ラストですね。この EVE のところで止まるんですよね。ん？うわー、ここあれだったのか。しまったな。そういうことか。そうだったのね。となると、ここあれか、違うクリムゾンとかがあった方がいいってことね。なるほどね。いや、ちょっと待って。まあ、サイドスピンでどういう結果が出るかっていうのをちょっと試してみようね。いやー、当てそう。ギリギリ拍手鳴ってる。どこに行く、このボールはどこに行くんだ。ワンオン、おお、重要やないか。うわーうわーうわー超緊張すんね、このパット。いや、もうちょい傾け。いやお願いして、うぅ、よーし入ったどうもです。いや、これでどうなんだろうな。あ、サイドスピンでなんとかなるな。いや、難しいな。いや、ここでワンチップ取れてればでかいんだけどな。はい、現在87位だそうです。
いやどうすっかな、これだってさ、クリムゾンのボールに変えたら確かにいいんですけど、いやーでもな、セットじゃないしな、このルネツーモーキングスで使うし使うし、ステイブルを外していく。でもステイブル外すとな、そもそもクリムゾーンに何をつけるかっていう話もなるしな。いや、めっちゃ悩むけど、どうしよう。ちょっとこれはやってみて、なるほどっていうコース。まあまあまあ、サイドスピン使ってね、今みたいにね入れちゃえばいいんですけど、まあね、このね、小橋が言ってるのはここですよね。例えばこれに、クラブボールをクリムゾンに変えて、ね、パリのちょっとウェアが雨対策なんで、どこまでねちゃんと機能するかわかんないですけど、パリどこ行った、パリの5番ですよね。で、クリムゾンがあればこのね、クリムゾンパワーショットでね、ボール1個あるだけで、うん、こっちのピンとかだったらもう本当にね、この401、411でもドライバーでも上越すしね、手前のピンだったらね、ここからコン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 してもね、面白いんでね。まあ、それ対策のもしかしたらあのモニュメントの可能性もあるんでね。例えば、ちょっと横、ブレ対策でちょっとだいぶこっち側に打ちますけど。ね、ちゃんとこうして。で、多分モニュメントをここに置いてるのは、ここでもしかしたら当たるぞとか、そういう感じのことなのかもしれないですけど、入っちゃえなんつってね、惜しいねいやー、こっちの方がね、モニュメント次第ではこっちの方が、でもどうなんだろう、あーってなんのかなっていうところもね踏まえながらなんですけどね、どうなんでしょうかっていうところ、サイドスピンの方がいいのかなーって思いつつ、皆さんどうでしょうかっていう感じですね。はい、ね、また元気だったら今度インコースもやりたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。以上、小橋でした。バーイ。